イベルドローラはスペインに本拠を置く多国籍電力公益企業。本社はバスク州ビルバオに存在するマドリード証券取引所上場企業。4大陸数十の国で3万1330人を雇用しており3167万人の顧客にサービスを提供している。子会社にスコットランドのスコティッシュパワー、アメリカのアバングリッド、 ブラジルのエレクトロなどが存在する。2001年に国際的拡張と成長の計画に着手して以来、イベルドローラは自家総額においてスペイン最大のエネルギーグループとなり、風力発電のグローバルリーダーであり、自家総額で世界最大規模の公益企業となっている。イベルドローラの起源は20世紀初期にスペインの工業化に伴って設立された複数の電力会社からなる。 1901年に、ビルバオで、エンジニアのフアンデウルティア率いる、企業家によって、イドロエレクトリカ・イベリカ社が設立された。イドロエレクトリカ・イベリカの株主は1907年にも、マドリードやバーレンシアで電力を供給するために、イドロエレクトリカ・イスパニョーラ社を設立している。また、同じくスペインのサルトスデル・ドゥエロ社は1935年に、 国内で最初の水力発電所のリコバージョ水力発電所を設立した。スペインは20世紀の初期に経済成長期を経験したものの、1936年に始まったスペイン内戦による開発停止や施設が破壊などによって深刻な影響を受け、影響は長期間にわたった。1940年代からは外交的な孤立に苦しみ、 材料価格の高騰や技術の取得に非常な困難を経験した。この状況下、1949年にイドロエレクトリカイベリカ社とサルトスデルトエイロ社は統合し、イベルトエイロ社が誕生した。現在のイベルドローラは1992年11月1日にイドローラ社とイベルトエイロ社の合併によって設立された。その後もイベルドローラは、 多くの経営統合や買収を試みている。1997年には、レプソルとの統合を試みたが、企業間で合意が形成できずに失敗した。1999年にも再度、レプソルとの統合を試みたものの、レプソルの主要株主のら会者に拒否された。2000年には、イベルドローラとスペインのエネルギー大手エンデサの統合が試みられたが、当時のスペイン首相。 ホセマリア・アスナールに課された条件を満たせなかったために失敗した。2003年にはガスナトラルに敵対的買収を仕掛けたものの、これはスペインの国家エネルギー委員会によって拒絶された。現会長のホセイグナシオ・サンチェス・ガランが2001年に就任して以降、イベルド・ローラは国際化と再生可能エネルギーの利用を進めている。 国際化の一環として2006年11月にスコティッシュパワーを買収し2007年4月に系列化した。これによってイベルドローラは欧州で3番目に大きな公益事業者となった。2008年にはエネルギーイーストの買収を行った。20世紀末からはイベルドローラはメキシコやブラジルなどのラテンアメリカにも進出を開始しており2011年には ブラジルのエレクトロを買収している。2012年にはビルバオに高さ165メートルの本社ビルが完成した。イベルドローラは発電とガス、電力の販売などを行っている。2012年末時点で合計46,039メガワットの設備容量の資産を保有している。ヨーロッパ、北、アメリカ、ラテンアメリカなどの40カ国で水力発電所、 コンバインドサイクルガス、原子力、熱兵級発電などの発電資産を持つ。スペインでの発電量は2012年で 57,127GWh であり、このうち 9,039GWh が水力発電によるものである。また、原子力による発電や風力の利用も多く、イベルドローラのスペインでの電力生産の83%が、 CO2 を発生しない状況となっている。イベルドローラは3000万人以上の人にサービスを提供している。スペインでは1166万の補給点に給電しており、給電される電力量は 94552GWH となっている。電源品質のためのチエピンジケータは0.58時間の値になっている。 英国では、スコティッシュパワーグループの関連企業で、合計560万人を超える顧客に、給電しており、給電される、電力量は 35,521GWH となっている。アバングリッドは、アメリカ合衆国の186万の補給店に、給電しており、給電される、電力量は 31,573GWH となっている。ブラジルでは、 ニオナアジアとエレクトロで2012年時点でイベルドローラは合計 49,006GWH を供給しており、これは前年比で17%の増加となっている。顧客の数は1200万人でプラス3%の成長であった。スコティッシュパワーは1955年に設立された南スコットランド電力局などのスコットランドの 国営電力の民営化に伴う改組によって成立した。英国で第4位のエネルギー生産者で560万人の顧客に配電し、8000人の雇用を抱えている。水力、火力、コンバインドガス、高ジェネレーションなど多岐にわたる発電設備を保有し、送電網は地下化された電線が6万 5000km、地上電線が4万 7000km に上る。また、 リバプールやグラスゴーのスマートグリッド計画に参加しており、グラスゴーコンソーシアムの一員として、電動自動車計画で開発された充電地点を提供している。設備容量は7271メガワットで、2012年には 18703GWh を発電している。イベルドローラ USA は、アメリカ東海岸2840年代に始まった、 電力企業群を外しており、1998年、ニューヨークエレクトリックガスによる周辺地域のエネルギー企業の買収に伴って成立したエネルギーイーストを前身とする。2008年9月にグループの一員となった。電気とガスをメイン州とニューヨーク州の242万人の顧客に提供している。オフィスはそれぞれの州の主要物流センターに位置している。 ニューヨーク州では、経営は、ニューヨークエレクトリックガスとロチェスターガスエレクトリックの子会社2社が行っており、両方の本社は、ロチェスターに所在する。メイン州では、メイン中央電力が事業を行っており、オーガスタに本社が存在する。内政セグは、ニューヨーク州北部の40%以上にわたって87万8000人の、 電力顧客と26万千人のガス顧客を持ち、RG&E はロチェスター周辺の旧軍で36万7千人の電力顧客と30万3千人のガス顧客を持っている。CMP はメイン州最大の電力事業者で60万人の顧客を持つ。イベルドローラ USA はメインやニューヨークにおいてインフラ計画を促進した。メインでは CMP が2010年9月に14億ドルをかけて、州の送電網を改良し、カナダとの電力接続網を向上させるメイン、電力信頼計画の建設を開始した。また、メイン州の62万5000人の顧客向けに、スマートメーター導入計画の展開を行っていた。ニューヨークでは、イサカやコーニングで、インフラ計画が存在した。2015年2月、イベルドローラは、 アメリカのイルホールディングスの買収を発表、同年中にイルホールディングスとイベルドローラ、USA は統合され、アバングリッドが設立された。同社は i p o が認められ、ニューヨーク証券取引所上場企業となった。イベルドローラエンジニアリングコンストラクションは、土木工事、供給、建設とコミッショニング、ターンキープロジェクト、運営支援などのサービスを行っている。欧州。 アジア、アフリカ、南北アメリカの27カ国での子会社と視点を持っており、また30カ国以上で計画を保有する。研究開発の分野では、海洋エネルギーでの世界的研究であるセイニット、オーシャンリーダープロジェクトを行っている。また、直接蒸気発生型太陽光発電の計画があり、熱ソーラー技術分野の促進も行っている。イベルドローラ不動産は、 住宅用不動産を中心に、別荘、オフィス、工場敷地やショッピングセンターなど幅広い不動産商品を取り扱っている。リベルドローラは、ニュージェネレーションの株式の50%を保有しており、英国のセラフィールドに原子力発電所の建設を計画していたが、2013年12月に株式を東芝に売却した。アルデデビーラダム、トゥエロ川流域に、 旧イベルデュエロの水力発電所、タホ川とセグラ川の流域に、旧ハイドローラの水力発電所を保有している、バレンシア州、コルテスデパラスで、ラムエラ第二発電所848メガワットの建設が進んでおり、2012年に創業開始を見込んでおり、またシル川では175メガワットのサンエステバン第二発電所の計画が存在する。サンペドロ第二発電所は、 環境影響評価報告の段階を進んでおり、サンタ・クリスティーナ発電所が後方段階にある。イベルドローラは以下の5カ所の原子力発電所を運営している。いくつかの発電所については他の企業と共同で運営している。従来型の火力発電所を3カ所保有する。主に石炭火力であるが燃料油や経営も使用できる。 パークラコードラの風力発電機2011年7月までは、子会社として、バレンシアに本社を置くイベルドローラレノバブレスが上場されていたが、現在は本社に統合されている。2012年の終わりの時点で、イベルドローラは、おおよそ14,034メガワットの設備容量を運営しており、年 31,784GWh ほどの電力を生産している。 設備容量のうち43%はスペイン国外に存在する。主な施設トレード、ポートランド、グラスゴーのコアはイベルドローラのグローバル経営において重要な施設であり、業界でのパイオニア的存在である。3つのコアがイベルドローラのすべての再生可能エネルギー施設と関連する変電施設を1年中コントロールしている。イベルドローラの最初のコアは2003年に トレドに設置され、残りの2カ所も創業を見込んでいる。当初の発電容量は322メガワットであり、現在は539メガワットに拡大されている。施設は、グラスゴー南部に位置し、グラスゴー市街と同程度の広さである55平方キロメートルの敷地を持つ。英国発の再生可能エネルギー教育センターであり、様々な再生可能エネルギー源についての情報を、 調べることができる。生息地管理の優秀さや、再生可能エネルギー計画への地域社会の関与の促進など、その持続可能性への取り組みから、女王賞を獲得している。エル・アンデバロ風力発電所は2010スペインや欧州で最大級の風力発電施設である。292メガワットの発電容量があり、ウェルバ南部に位置している。 この発電所の電力を送電するために、イベルドローラは、スペインとポルトガルの間で 120km の送電線を建設し、この接続線は、両国間の電力相互接続において、重要な戦略的位置を占めている。ペニャスカル風力発電所は404メガワットの発電容量を持つ、予定の世界最大級の風力発電施設、テキサス州、 ケネディ軍に存在している。レーダーを備えており、渡り鳥の大きな群れを察知しており、衝突の危険性がある場合はを停止する機能を備えている。ありがとうございます。